はい、どうもケントです。今日もよろしくお願いします。で、今日はね、ちょっとね、メイクと違ってなんか別のことなんですけど、またコロナ話題なんですけど、僕の YouTube の知り合いのトモさんってこと人がいてね、ちょっとまた説明欄に貼っとくんですけど、コロナのね、殺せるやつ、なんかすごいのを見つけたらしいんですよ、コロンビア大学が。で、それの情報を今日昨日かな、上げてたんですよ。これすごい面白くて、遠紫外線シーハってやつがあるらしいんですけど、なんか日焼けサロンのやつも入ってるのかな、UVC っていうライトでコロナウイルスとかなんかそういうカビとかを死滅させることができるらしいんですよ。これ面白くないですか。で、なんかそれすごいなと思って、で、そのコロンビア大学のそれを作った人もなんかそのライトがあったら、このパンデミックとかそういうのをちょっとマシにできたんちゃうかっていう話をしてたよっていうのを、その、ともさんが YouTube で上げてて、いや、これめっちゃ面白いなと思って、僕もそれ欲しいなってちょっと思ったから、ちょっと今回動画で紹介させてもらってます。で、まぁ、今後ね、ニューヨークも、コロナが落ち着いてきたかって言われたら、本当に、まあ、今で死者数が100人出るぐらいな、100人は出てるんですよね。だから本当に日本の人だってすごいなって今感じてますし、ね、このまま日本も落ち着いていったらいいなと思うんですけど、まあね、今日もニューヨークとかは結構人やっぱ出てましたし、もう最近やっぱ天気いいんですよ。で、天気いいとやっぱ人どん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 出ていくし、もうね、多分ニューヨークもそうなの、ニューヨークは多分ね、もうわからない状態になってると思うんですよね。で、僕の周りの知り合いとかも結構もうコロナにかかり終わって、多分僕も多分かかってたんちゃうかなって思わされるぐらい、もうみんなかかってます。で、本当僕の周りではそうね、命を落とす方とかがなかったんでね、そういう人がいなかったから良かったなとは思うんですけど、まあ本当こういうトモさんとかがもうこういうふうにね、面白いって言ったら違う、こういうためになること情報をどんどん発信してくれてると、やっぱ僕らも嬉しいなとは思うんですよ。で、やっぱ引き続きね、ちょっとあまもう最近はそのメイク道具を紹介したりとか、どん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 メイクのことを動画にできてるので、それを続けていきたいんですけど、まあたまにこうやってね、ニューヨークのコロナの事情とか、ちょっとこれは発信していきたいなとは思ってるんで、このトモさんの動画、説明欄に貼っとくんで、それ見てほしいなと思いました。これでコロナ殺せんの？で、コロナ殺せんのって言い方はね、コロナが死滅するっていうね、なんか、そういう動画だったんで、ぜひちょっと見てみてほしいなと思いました。本当ためになる動画上げてくれてるから、僕がねここでかしこまって話すことより、多分トモさんの動画見た方が早いと思ったんで、今日はそれの動画報告動画です。はいはい、じゃあそれまた明日からどん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 動画上げていくので、いいねとチャンネル登録よろしくお願いします。でね、またこういうことやってほしいとか、こういうこと取り上げてほしいっていうのがあればね、どんどんもう今家に僕ねいるだけなんで、どん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 動画が撮れるんで、連絡くださいって、連絡じゃないな、コメントとチャンネル、コメントと DM ください。うんね、はい、じゃあそんな感じです。どうもありがとうございます。